さて今回は連立不等式を解きましょうってことですか。まあ過去1番からいきましょう。よいしょ、上の方の式から解きますね。普通に 5x プラス1小なりイコール8括弧 x プラス2、とりあえず展開しましょうか。プラス1の小なりイコール、こうやからな、 8x プラス2816と、で x 左に持っていきましょう。な 5x から 8x 引くからマイナス 3x な。で小なりイコール、今度プラス1右に持ってたらマイナス1するから、16引く1すると15ですか。で、x イコールにしましょう。これ気をつけてよ、マイナス3で割り算するからな、ここひっくり返るで、ここだけ気をつけてよーっつって、でマイナス3で割ったらマイナス3分の15やからマイナス5ですか。はい、とりあえずまずね、これができましたよと。で次下の方行きましょう。こっちの式な、 2x マイナス3小なり1マイナス x 引く5ですか。はい、ほなとりあえずこれも一回展開するで、小なり1引く、これ気付けてよ、マイナスがここにもここにもつくからな、マイナス x プラス5になるね。で x 全部左に合わせましょう。そしたら 2x 足す x になるから 3x 小なり、マイナス3右持ってたらプラス3やな、1と5とプラス3で、9ですか。な x は3で割ってます。プラスで割っとうから今回別にひっくり返さんでいいな、ここのままやで。はい、こうなりましたよーつって、じゃあその2つの合わさってるところでしょう、数直線を書いたらいいんちゃうか。b って書いてマイナス5と3がありますよと。マイナスが、マイナス5よりも大きいよって書いてますね、これね。x 大なりイコールマイナス5やから。ねか、こうやって開いとんねんから、こっちの方が大きくて、こっちの方がちっちゃいねんね。ね。バーン、開いてる方が大きい方。ってことは、x の方が大きいよ、マイナス5の方がちっちゃいよやから、マイナス5以上だよ。で、しかもここイコールついてますんで、こうやってな、イコールついたときは黒丸にしてまっすぐ上げんねん。で、こっち。ねな。それに対して、こっち、下の方の問題は、x が3未満や。3含まずに下ですよね。3の方が大きくて、x の方がちっちゃいってことだからな。ってことは、そういう時は白丸にすんのよ。白丸にして、まっすぐじゃなくて、こう、斜めに上げるね。こう。こんな感じ。いい。そうすると、被ってるところここやで、いう話だから。答えはここや。マイナス5から3の間。ということで、答えは、マイナス5、小なりイコール、x で、小なり3や。右はイコール含んでないもんね。はい、これが答え。次いきます。2番。2番も同じ感じで進めていきますよ。まず上が x たす7、小なり1マイナス 2x。x 左に持っていくと 3x になるんですか？小なり。7右に持ってたらマイナス7やから、1引く7でマイナス6。ということは、x は、小なりマイナス2やね。これ別にマイナスで割ったわけじゃないからな。普通にプラス3で割ったから、ここは変わらんで。向きはこのままや。はい、これが一つ目。はい、その下も同じ感じ。6x プラス2大なりイコール2や。ほなら 6x 大なりイコール2、こっち持ってたらな、2引く2するから0や。6で割ったところで、0を6で割ったって0やもんね。なこうやろうと。ということで、数直線バーンって書いて、マイナス2と0ね、今回ね。まず上の方がマイナス2よりもちっちゃいよって言ってます。こうですか。こっちはね、マイナス2よりちっちゃいよ。マイナス2含まずってことやんな。で、もう一個の下の方は0以上言ってますね。0の方がちっちゃくて、x の方が大きいわけです。こっちの方が大きいよってなっとうからな。で、イコール1をついとうから、まあ、黒丸にしてまっすぐ上げますか。こういうことや。こう。ってことは、今回ここ、何も入ってないな。被ってるとこなしや。ということは、これ、解なしってことです。解なし。いうのが答えですね。被ってるってことないからな。しゃあない。はい、その次行きましょう。3番。下に書くで。先言うとこか。3番はこうやって3つこうやって並んでるやんか。ほな、どうやって解くねんいう話だけど、な、これだよ。この2つの組み合わせ。これと、これで解くねん。前2つと後ろ2つで解いたらええからな。ほな、3番行きますよ。式が、左側がマイナス 2x。プラス1小なり 3x プラス4ですか、ね。右半分もちょっとさっき書いておいていいですか。 3x プラス4と小なり2括弧 3x マイナス4か。はい、こう。
を解いていきましょうと。まず左側行くで、x を左に持っていくと、マイナス 2x に 3x 忘れるから、マイナス 5x ですか。うん。小なり1右に持っていったら、引く1になるから、4引く1で3。x は、これ気をつけてよ、マイナス5で割り算するから、ここひっくり返るで、こうやって。な。で、マイナス5で割ってるんで、マイナス5分の3ってことよね。はい、まず一つ、これ。はい、右一回行きましょう。右一回一回展開するで。カッコ外します。なら、2、3が6と2、4、8や。6x のマイナス8と。で、x は相変わらず左に寄せましょう。な、マイナス 3x やろ。小なり。で、マイナス8に4引き算するから、マイナス12。で、これも気をつけてな。マイナスで今から割り算しますよ。だからひっくり返りますよ、や。マイナス3で割ったんやから、ひっくり返して、マイナス3で、マイナス12をマイナス3で割んねやろ。ってことは4や。はい、ということでこうなりましたよ、や。じゃあ、数直線バーンって書いて、マイナス5分の3と、もう一個が4ね。はい。マイナス5分の3よりも、x の方が大きいよってなってますね。でことは、白丸で斜めに上げて、こうしましょうか。こうや。で、もう一個。もう一個の方は、x の方、あ、これも x の方が大きいですね。x の方が大きいよよ、4よりも大きいよってなってますんで、4を含まずに斜め上げやから、こうですか。ということは、重なってる部分は、ここやな。4より大きいとこ全部重なってますよってことや。ってことは、x は4より大きいよ、いうのが答えだったよ、いう話でした。はい。以上でございますね。せやな。ということで、今回はそんなわけでした。お疲れ様でした。